右斜め上30度に F0 の力を加えたらズルズルズルっと右に運動したって書いてますから、この物体に働くのは動摩擦力、ずれる向きと逆やから左向きに R'。 それ以外に働く力は重力、これ MG、 垂直抗力 N やね。じゃあまず動摩擦力出そうか。動摩擦力は公式 R'=μ'N ね。で N はなんとなく MG にするんじゃなくて、力の釣り合いを考えなあかん。今回さ、右斜め上に引っ張ってるから上成分あんねんな。平行方向と垂直方向に分解してあげると長方形やから、ここの長さとここの長さが等しい。やっぱりサインコサイン使うんじゃなくて、ここの直角三角形考えて、辺の比は1対2対ルート3やね。だからここの長さ1だよ。つまり値が分かってる F0 の2分の1倍だから、これ2分の F0 でいいよね。ってことで上下方向の釣り合い、上向きの力は N だけじゃなくて、この2分の F0 を絶対に忘れないで、イコール重力 MG、 つまり垂直抗力は MG よりもちょっと小さい。これ使ったら動摩擦力が得られます。今回 μ' は μ です。でこの動摩擦力と右斜め上の力の右成分 F0 の2分のルート3倍やから、2分のルート3 F0 でいいよね。この力でもってこの物体は右向きに加速するかな。だから右向きを正として運動方程式作ろう。だから MA イコール F より質量が M、 加速度が A で、力は正の向きの力はプラスで入る。正の向きと逆向きの力 R' はマイナスで入る。これが R' ね。さっき求めたやつを代入しました。ほんならまず一旦全部展開しよう。で2分の F0 でこことここがこうやってくくれますよね。で両辺 M で割ってあげたら答えが得られます。